はい、どうも皆さんこんにちは。ロート G の時戸でございます。本日は我らがファブゲーミングのストリートファイターリーグセカンドシーズン第2節 VS シノビズムゲーミング戦が行われましたので、そちらの方を振り返っていきたいと思います。で、今回の対戦は私たちがホームの組み合わせでございます。基本的に今回はマンツーマン作戦で、僕が藤村にで、ボンちゃんが、山、そして流星が桃地、サコさんがジョニーという形で、組ませていただきました。で、向こうの出してきたオーダーが先方藤村、中堅、山、大将が、桃地で、ここでちょっとびっくりしたのは桃地大将だったってことですわ。で、ももちは、割とね、この、1ヶ月ぐらいで、キャラを変えまして、剣、ラシード、そっからルークなのかな。しかも今回は、モダンのルークを使っているっていうことで、まあおそらく、前のワールドウォリアーで、ボンと直接対決をして、そこで勝っている。そして、僕に対しても、この前のニューロヒカリさんのイベントで当たった時に、まあ、3-0 でね、僕やられちゃってるんで、まあ、それもあって感触良くて、桃地が大将出てきたんじゃないかなと、思います。まあでも僕らは、一応流星が、ルーク戦、すごいがっつり練習もしてるし、自信あるってことで、当たるつもりだったので、まあ、結局、流星を対象に据えるということで、据えるというか、まあ、当てに行くという感じで、オーダーは、そうなりました。で、まず初戦から見ていくこととしましょう。で、まあ、同キャラの藤村戦だったんですが、まあ、こっちはね、もう藤村はずっと意識してた。前にナウマンにね、同キャラで負けちゃったっていうこともあって、剣同キャラは、かなり意識して臨んでった。に対して、藤村側はやっぱりね、サコさんのことを考えたりとか、ボン、流星、それぞれのキャラのことをアウェイだから考えなきゃいけなかったっていうのが、まあ、随所で、出たんじゃないかなと思います。変遷っていうのはね、まあ、受けるのがすごい難しいんだけど、多分やればやるほど、ちょっとずつ上手くなっていく。陣雷への対処とか、劉備の対処、波動拳の対処。だからね、なんか時間かければかけるほど、直前にやればやるほど、結構、うまくできる組み合わせじゃないかな、体験戦。で、僕はこれ当たるの分かってたんで、まあ自分から被せに行ってるから、そこでちょっと優勢に立ったのかなと思います。このバーンアウトなかったな。ギリギリね、こっちバーンアウトしないで攻めれるつもりだったんだけど、やっぱ相手もね、強いっていうのは分かってるから、焦ってバーンアウトしちゃうんだよね。多分、藤村もそうだと思うんだけど、お互いバーンアウトは。はい、ここ昇竜出てない。あ、コンボ、よし、コンボOK。入れ替わっちゃった。で、ここ、あ、ここ判断早え。まあ、ラッシュを決められた後は相手のゲージないから、このパナシが通れば大体ラウンドいけるんで、パナしましたね。2試合目で覚えてんのは、まあ、かなり優勢になったんだけど、こっから、あれなんだよね、3ゲージ溜まるまで、ちょっと粘りたかったんだけど、そこでね、攻めの手を緩めちゃったんだよね、ドライブゲージも少ないこともあって。そこをなんかうまく疲れて。うん、いい、ここの2ゲージの判断さすがだね。こうすることで、藤村はこのラウンド取った時の3ラウンド目で、また最後に3ゲージ溜め切ることができるので、3ラウンド目の勝率も、グッと上げることができる。さすがだね。あ、ボタン押したかったな。あー、うまい。これは3ラウンド先取してから1ラウンド取り返されたんで、これを取り返されてしまうと、流れがグッと悪くなります。手堅い。さあ、いや、ここ絶対普段使うか。だから、結構微妙なライン。普段だったら使ってないかも。相手が強いから、ちょっと早く楽な展開を作りたくなってしまった感はあるけど。わかんないね。相手のドライブゲージが、割と、当てて、
バーンアウトもまあ狙えるぐらいだったのかな、2本でしょ。割と最近でもね、ああいうところは残してます。残すことが多い。そう、決めきらないと、このゲームは決めきらないと全然逆転されます。なんなら相手大パン指導とかだったりしちゃうんじゃない。あ、そう、今の波動拳、これがですね、波動拳3回目で、ここで反撃で勝利するわけですか、ジャストパリーから。これね、多分剣戦ばっかりずっとやってたら結構怖い行動だから、ジャストパリー OD 波動って上等手段なんですよ、波動拳連打に対してリターンを取る。まあだからそれはやっぱり剣戦ばっかりこっちはやってたから、あの警戒できてたし、狙うこともできた。で、対する藤村は結構その対策が分散しちゃったから、あ、やべ、ちょっとこれ意識抜けちゃってたかな、あえて打ったっていう可能性もあるけど、あの同キャラとはいえやっぱりホームで被せる側は、まあ、対策集中できるんで、有利な組み合わせになるのかなと思った次第であります。で、続いての中堅戦は、ボンちゃんが山に行ってもらったんですが、まあ、DJ はね、DJ に対する勝率は多分ボンちゃんの方がいいと思うんだけど、でもボンちゃんはね、かたくなにこれは不利って言い張ってるんだよね。きついのかな、わかんないけど、まあ今強いプレイヤーいるからね。まあフードを筆頭に、この山も、今回たまたまボンがこの1ラウンド目、すごいいい勝ち方したんだよね。まあいい勝ち方っていうか、ラッキー。これでここ2回走るはさすがにこれ審議です。1回ってやめて、でその後コンボやめれば2回走れるからちょっと回復しての方がいいのかなと思ったけど、でもさすがそこボンさん SA1 ね、 SA1 からのウーロコパンで山の出てきた投げを刈り取る。うん、お見事ね。なんか山らしい動きというか、山のいいところがあんまり出る前にボンが倒したかな。やっぱ画面端メリハリがね、とにかくすごいね、ボンのルークは。すごい硬いように見せかけて、本当に来るとき一気にグッと来るし、あ、これ硬いね、前ね、しゃがみ中パン。うん、お見事。ここでも 2-0 勝利で、先鋒戦、中堅戦と、パブの勝利で終わりまして、最後に出てきたのは桃地雄介で、こちらは流星に行ってもらったわけです。で、このね、 M ルークと、JP の組み合わせ、てか M ルークっていうキャラ自体が、まあ、立川も使ってたと、川野も使ってたんだけど、まあ、川野は結局クラシックに戻ったっていうか、クラシックに移ったから、最近あんまりまた使い手がいなくなってたんだけど、もうじゃあここへ来て使ってたんだよ。で、ボンさんがうちのチームにいて、そのループについて、いろいろ、まあ、講釈垂れるわけですが、彼は。M はないと。ルークの強みである火力、そして主力の牽制技である立ち中継などが使えないので、まあ、かたくなに、まあ、M はないと。で、この前のワールドウォリアーが始まる前あたりに、もうね、直接対決やったら負ける気がしませんと、いうことをおっしゃってまして。で、まあ、案の定、直接対決がワールドウォリアーズで行われ。で、また案の定負けるわけですよ、ボンちゃんが。で、その後で急遽、緊急ミーティングが行われまして、あれはちょっとどういうことだったのっていうふうに聞いたら、いやー、ももちくん、あれは必死だったね。あんな必死になるとは思っていませんでしたよ、みたいな、変なこと言い出すわけですよ。まあ、次やったら負けないね、みたいなことを、まあ、とにかく言ってました。で、また、ボン言ってるよと。俺が当たったら、お前見てろよと、思ってたわけです。まあそんなこんなで、まあちょっと時間が経ってですね、案の定僕対桃地の組み合わせも行われ、
で、また案の定、0-3 で負けると。時々はね。でも、あの、ボンちゃんの言ってた意味は分かりました。あ、これかと。ボンの言ってた桃地の必死のスタイルというのは。バンアート上等で必死で攻めてきて、そっから守りきるという、ね。次は、貸したいと思います。まあ、今回は流星に行ってもらいました。まあ、そんなことを言っているうちに流星がですね、まあ、1ラウンド目は取られたんですが、流星この組み合わせも相当やってて、で、クラシック、ルークはボンとも練習できてるし、まあ、いろんなルークと多分やってもらってると思う。ここら辺じゃない、なんかあのすごいガードクラッシュ連携があったの。あ、ここだ。また伸びてるな、これ。ここ確かね、すごいところからガードクラッシュ狙うんですよ。これ。これ、まあ、こっちもバーンするんだけど、これ多分レンガか？最後の、下からのトゲだけ、OD 昇竜でのみ多分割れるんだ。でも割ったところでバーンアウトだから、バーンアウト合戦で強い JP だったら、やってもいいってことになるよね。くっ。あ、アブニ、あ、アブニマーチ来たー！ちょうどラブーシカが意識できるところだから、ちょっと対処難しそうだったな。はい。というわけで、対象戦も 3-0 で下すことができまして、40-0でサブゲーミング勝利することができました。ありがとうございます。しかもスコアも今回良くて、セット数ゲームを落とさなかったので、これはね、得失点的にもかなり美味しい勝ちが拾えたのかなと思います。まあ、ホームだったんで、その利を遺憾なく発揮できてか、できたのかなと、思っております。それでは順位表の方をチェックしていきましょう。1位はファブゲーミング、60ポイント。2節が終わって60ポイントはまあ上出来でしょう。そして2位は DFM。 あ、これもね、やっぱフードが強かったな。フード対モケ、モケもやっぱね、なかなかクオリティ高いんだけど、まあ、フードの壁はちょっと高そうに見えたね。で、まだね、2節が終わった段階なんで、何とも言えませんが、まあ、引き続き、我々頑張っていきますので、よろしくお願いします。ここからは、ストリートファイター6に詳しいスタッフの方から、今節に関しての質問が届いておりますので、そちらに回答していきたいと思います。前回の剣道キャラ戦から戦略なので変えた部分はありますか？戦略で変えた部分か。まあ、端に追い込んだ方が、やっぱり有利なんだなっていうのを、意識して戦うようにしました。戦略面で変えたのはそこら辺かな。あとはもうちょっと細かいところで、あの、陣雷対策っていうのは、意識するようにはしてましたけど、まあ、なかなかね、実践だと難しいっていうのは、それは今でも変わってないですね。まあ、どんどん連動上げていきたいなと思ってます。今日の対戦では、バーンアウトが普段より多かった印象ですが、これは意図的なものですか？また、最近の時戸さんのバーンアウトに関する考え方についてもお聞きしたいです。なるほど。今日の対戦でバーンアウトが多かったのは、あれは完全にプレッシャー、相手のプレッシャーです。相手が強いから、怒ってしまったバーンアウト。まあ、かつてね、あの、アフリカ大会で、アングリーバードとビッグバードがお互いバーンアウトしてしまったように、やっぱ相手がね、強いっていう意識があると、なんか普段よりもちょっと攻めっ気が強くなったりして、よりバーンアウトしちゃうようになるなと思いました。まあ、だから、言ってしまえばミスです。あんまり良くないバーンアウトが多かったと思います。で、最近のバーンアウトに関する考え方は、バーンアウトは剣は、しない方がいいです。結論から言うと、バーンアウトはしちゃいけない。なんなら、その、これ、ちゃんとやったら、ギリギリリーサルだったんじゃないのっていう、ギリギリ倒せるかもなーの、バーンアウトして、コンボをやりきるっていうのも、本番だったら、やんない方が、いいんじゃないかなとも思ってます。ギリギリ。そういうことでバーンアウトして、相手が残っちゃった時のリスクが、このゲーム、本当に半端ないんで。まあ、あれね、ミスると、リーサルミスると、すごいハラハラした展開になるから、見栄えがすごい面白くなるっていうのはあると思うんだけど、勝利を目指すんであれば、実はそれで本当に倒しきれたとしても、危うくなる可能性が結構高いんだったら、やんなくてもいいんじゃないのかなっていうふうには、最近は思ってますね。はい。
次回のストリートファイターリーグセカンドステージ第3節は10月27日となっております。皆様のご視聴お待ちしておりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。また。